宇都宮市議会は、栃木県宇都宮市に設置されている地方議会である。宇都宮市議会の定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に招集され、宇都宮市議会の監修として、定例会はおよそ20日間ほど開かれることが多い。1896年4月1日に、河内郡宇都宮町が市政施行したことに伴い、 宇都宮市会が設置され、議員定数は宇都宮町会と同じ30人と定められた。第1回市会議員選挙は、同年6月1日から6月3日にかけて実施され、財産及び納税額に応じて1級から3級に分けられた選挙人が各級から10人ずつ議員を選出した。選出された議員は20人が宇都宮町会時代の議員と同じであった。 任期は1911年まで6年で3年ごとに半数が改善される仕組みであった。司会には市長派と同盟会など派閥対立が存在した。1914年の司会選挙は替え玉投票の横行や金銭が乱れ飛ぶ荒れた選挙となり市役所派10人に対し刷新派が26人当選した。1918年選挙からは 政党が全面に出るようになり、声優派が憲政派に勝利した。1926年の選挙は有権者が1万人を突破し、声優派と憲政派の勢力がきっ抗した。この結果、少数の中立派が姿勢の動向を左右するようになった。初めて普通選挙で行われた1930年は民政派15人、声優派13人となり、 1934年選挙では民政党が2敗に分裂したため声優派が最大勢力となり民政派の市長河合長蔵と対立。1936年には反市長派16人が一斉に辞表を提出したことから内務省から解散命令を受けるに至った。1947年4月30日、栃木県議会議員選挙と同日に 市議会議員選挙が行われ、定数36人に対し33人が入れ替わった。広域合併5発の選挙となる1955年4月30日の選挙は旧市町村単位で選挙区制が取られたが、以降は全市から選出されている。ありがとうございます。